ブーミー・ベイドネーカルは、インドのボリウッドで活動する女優。代表作には、トイレ、イーク・プレム・コット、シュブ・マンガル・ソベドン、バラ、パティ・パトニー・ワー・ゴーがある。1989年7月18日に、ムンバイで生まれる。ベイドネーカルは、マラーターとハリアーンビ系の血を引いており、父・サティーシュは、マハーラー・シュトラ州政府の元労働大臣、母・スミトラは半タバコ運動家だった。 ベイドネーカルは、ジュフーのアーリア・ビディア・マンディルで教育を受け、両親は、彼女が15歳の時に、ホイス・スリング・ウズ・インターナショナルで演技を学ぶための、進学ローンを組んだが、彼女は、出席率が低かったため退学処分となった。その後、ベイドネーカルは、ヤシュラージ・フィルムズに就職して、助監督として働き、1年半以内に進学ローンを、完済した。 彼女は同社のシャノー・シャルマの下で6年間勤務した。ブーミー・ペイド・ネーカル2015年にシャラット・カタリアのよいしょ。君と走る日で女優デビューし、アーユ・シュマーン・クラーナーと共演した。同作では、肥満女性の役を演じるため、役作りとして1 2ラム体重を増やした。ラジーブ・マサンドは彼女の演技について、 ベイドネーカルは自信のある演技で映画を盗んだと批評している。彼女は撮影終了後に減量を始め、ソーシャルメディアを通して減量方法を紹介した。公開直前には体重をほとんど元の状態に戻している。よいしょ。君と走る日はスリーパーヒットとなり、ベイドネーカルはフィルムフェア賞最優秀新人女優賞を受賞した。同年には、 ワイフィルムズのミニウェーブシリーズマンズワールドに出演した。同作はジェンダーの不平等を題材にした四部構成のシリーズで YouTube で配信された。2017年に屋外排泄の問題を題材にしたトイレイークプレムコットでアクシャイクマールと共演した。ニューデリーテレビジョンのサイバルチャテルジーは映画を酷評したがベドネーカルの演技は絶賛している。 同作の興業収入は30億ルピーを超え、ボリウッド映画史上を最も興業的に成功した作品の一つになった。同年9月には、シュブ・マンガル・ソベドンで、アーユ・シュマーン・クラーナーと再び共演した。インディアン・エクスプレスのシューブ・ラ・グプタは、恋人の愛を求め続ける純真な女性を演じた、ベイド・ネーカルの演技を高く評価している。同作は、 興業収入7億9000万ルーピーを記録するヒット作となり、ベードネーカルはフィルムフェア賞最優秀主演女優賞にノミネートされた。2018年にネットフリックスの短編映画、母上のアンソロジーのゾウヤー・アクタル監督パートに出演した。ラジャセンはニューデリーテレビジョンに批評を寄稿し、ゾウヤー・アクタルの監督パートが最も素晴らしかったと批評し、 同時にペイドネーカルの演技を忘れられない良さと絶賛している。タープシーパンヌとブーミーペイドネーカル2019年3月にアビシェイク朝米のソンチリアでスシャントシンラージプーとマノージュラージパーイと共演した。ペイドネーカルは役作りのために過月半かけてトレーニングを行い格闘技や射撃を学んだ。フィルムコンパニオンのラーフルデサイは 映画の繊細なストーリーとペイドネイカルの演技を高く評価している。同年10月には電気映画ソン・デキアンクでタープシー・パンヌと共演し最高齢射撃手のチャンドロ・トマール役を演じた。二人は役作りのため映画のモデルになったチャンドロ・トマールとプラカーシュ・トマールと交流し射撃の訓練を受けた。撮影中 ペイドネーカルは補鉄メイクによる皮膚アレルギーに悩まされた。ミント氏のウディタ・ジュンジュン・ワーラーは二人の演技を絶賛しており、彼女たちはスタースクリーンアワード批評家選出、最優秀主演女優賞とフィルムフェア賞批評家選出、最優秀主演女優を受賞した。2019年末にはバラ、パティ・パトニー・ワーゴーに出演した。バラでは、 アーユ・シュマーン・クラーナーと三度目の共演を果たし、黒い肌のために偏見を受ける女性役を演じた。黒い肌の女性を色白の肌をしたペイドネーカルが演じることに対して批判が起きたが、彼女は女優はどんな役を演じることも許されるべきと反論している。パティ・パトニー・ワー・ウォーでは、カール・ティク・アル・ヤン、アナ・ニ・ア・パーン・デイと共演し、夫に不倫されている妻・ベリカ役を演じた。 アヌパマチョープラーは映画をワンランク上に押し上げたのはブーミー・ベイドネーカルの元気の良いベリカです。ブーミーは映画のいくつかの愚かしいシーン、特にクライマックスシーンを救う知性を持っていましたと批評している。両作はそれぞれ興行収入10億ルピーを超え、興行的な成功を収めた。ザ・テレグラフのプリアンカーロイはベイドネーカルの演技について、 強い道徳心と不屈の精神を持つ小さな町の出身の女性を得意としていると論評している。2018年にフォーブスインディアのフォーブスが選ぶ30歳未満の30人の一人に選ばれている。2019年には環境保護と地球温暖化に関する意識を高めるためのキャンペーンを始めた。また、ボリウッドにおける男女の賃金格差について 改善を訴えている。2020年には MTV インディアと共同でリプロダクティブヘルスライツを含む若者の健康問題についての意識向上を目的としたキャンペーンを実施している。ありがとうございます。